令和5年2月5から6日にかけて、種子島の南種子町島間港で、衛星フェアリングの深夜陸送が行われました。その様子を紹介しましょう。島間港出発は2月6日午前0時です。フェアリングコンテナ、補助機材、衛星搭載アダプタなどを積載した大型トレーラーが待機しています。定刻1分前に誘導車両が出発しました。定刻午前0時に島間港を出発しました。フェアリングコンテナを積載した大型トレーラーです。フェアリング補助機材、衛星搭載アダプタなどを積載した大型トレーラーです。24時、島間港を出発しました。国道58号線を上り、そして上中交差点を通過して、県道586号線を下り、種子島宇宙センターまで陸送されます。25時6分頃の上中交差点です。島間港を出発して1時間以上が経過しています。
回転式の信号機を作業員がロープで引っ張り、90度回転させて通行できるようにしています。その操作が始まりました。25時11分ごろ、上中交差点を通過しました。トレーラーの通過が終わると、信号機を回転させて元の位置に戻しました。フェアリングの深夜陸送をご覧いただきました。では、上中交差点からお別れです。またお会いしましょう。